こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は茨城県女子大生丸人事件について解説していくぜ。これは、2018年11月20日に茨城県神栖市で女子大学生が行方不明になり、変わり果てた姿で発見された事件だ。え？犯人は捕まったの？ああ、事件発生から3ヶ月後に犯人の広瀬浩一が逮捕されたぜ。女子大生と男は面識がなかったそうだ。じゃあ、なぜ女子大生は殺められなければいけなかったのかしら？実はこの事件にはパパ活での金銭トラブルが絡んでいる疑惑が出ているんだぜ。パパ活って？パパ活とはパパ活動の略称で、中高年の男性が若い女性とデートや飲食等を行い、その対価として金銭や物品を渡す行為だ。事件についてもっと詳しく教えてちょうだい。では今から茨城県女子大生丸人事件の詳細と、犯人と被害者の関係性について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。2018年11月20日、女子大生 N さんが、知人に会いに茨城県に行く、という言葉を残し、行方不明となった。N さんは栃木県栃木市生まれで、父母と弟の4人暮らしだった。小学校の卒業文集に外科医になって多くの人を助けたいと書き、県立高校の通信課程から東京にある薬科大学に進学し、一人暮らしを始めたぜ。医療の仕事に携わりたいという夢に向かって一歩歩み出したばかりだったんだ。将来有望な女の子だったのね。女子大学生はその後、父親とメッセージをやり取りしたが、20日の夕方以降、メッセージアプリに、既読がつかず、連絡が取れなくなった。心配した父親は葛飾区にある N さんのアパートを訪れたが、室内は散乱していて、帰宅しないことから22日、近くの亀有署に相談したんだ。18歳の女の子が帰宅してこなかったら、誰でも心配してしまうわ。それで警察は N さんの捜索を始めたの？当初は警察は N さん失踪を事件性があると見ていなかったんだ。そのため、すぐには捜索は始まらなかったぜ。行方不明になっているのに、どうしてそのような扱いになるの？この年齢の行方不明事案では通例家で、自発的失踪として対処され、歩道や事故などによって、所在確認がされれば通達されるものの、著しい問題がなければ、児童失踪における公開捜索や事件捜査のような積極的な捜索活動は行われないぜ。だが、N さんの場合、大学の欠席が続いていて、友人に人に会いに行くと伝えていたため、次第にその安否が懸念されるようになったぜ。そのため、警視庁は捜索に乗り出し、2019年1月に入って行方不明の情報が公開されたんだ。N さんの何気ないメッセージが功を奏したのね。そして2019年1月21日、事件現場付近の近所の住民がピンク色のコートが捨てられているのを発見した。住民はこれを交番に届け、落とし物として処理された。ところが年明けの2019年1月末、女子大生不明の報道と何か関係があるのでは？と考えたこの住民が再度警察に連絡したことから、捜査は大きく進展することになるんだ。真冬の季節にコートが落ちている時点でおかしいわ。ああ、その通りなんだ。しかも N さんの携帯電話の位置情報は、行方不明になった日の午後11時以降、コートの発見現場近くで途切れていた。怪しすぎるわ、N さん失踪に関わった人物が絶対にいるわね。2019年1月24日、N さん失踪に関与したとみて、コンビニ付近に住む当時35歳の広瀬浩一に任意聴取が開始されたぜ。当初、広瀬浩一は、家の前で会ったがすぐに帰った。と供述したが、その後、家に入れて話をした、車で海辺近くまで送った。などと説明を変えたんだ。1月30日夜には、騒がれたので殺めて埋めた。と、N さんを殺めて遺棄したことを認める供述を始めたぜ。絶対に黒だわ。1月31日、供述に基づき、広瀬浩一の自宅から数キロ離れた神栖市須田にある畑で、N さんは変わり果てた姿となって発見されたんだ。すでに時間から時間が経過していたため、腐敗が進行していたが、捜索中の N さんと特定されたぜ。そして警視庁捜査一課は、同日、神栖市深浦南に住む無職の広瀬浩一を丸太遺棄容疑で逮捕したんだ。若干18歳の N さんにそのような残忍なことをするなんて許せないわ。では、この事件をより理解するためにも N さんの事件当日の足取りを見ていこう。2018年11月20日午後3時頃、東京にある大学に通う N さんは、午前中の講義の後、自宅がある葛飾区からおよそ2時間半、電車を乗り継ぎ、茨城県にある JR 鹿島神宮駅へ向かった。その後、駅から7キロほどの距離にある場所まではタクシーを利用したことが判明している。東京から茨城に？随分な長旅ね。N さんを乗せたタクシー乗務員は、
乗せたのは5時半過ぎ、ちょうど夕方の帰宅時間だった。無線にお客さんから予約が入ったという連絡があり、タクシー乗り場ではなく、改札の真ん前のロータリーで待っていた。駅から出てくるのは制服姿の高校生ばかりだったから、私服姿の N さんはすぐに分かった。派手な感じではなく、普通の子だった。友達のところに遊びにでも行くのかと思った。と当時のことを語ったぜ。そこからタクシーに20分ほど乗り、午後6時頃、2800円ほど支払って、ファミリーマート茨城神栖平泉店で降車したんだ。長い時間とお金をかけてまで、その場所に会いたい人がいたのかしら。当時の N さんの印象は薄かったと、タクシーの運転手は語っている。何しろ消えるような細い声で神栖方面までお願いしますって言った後は、スマホで誰かとメールのやり取りでもしているのか、ずっとうつむいたままだった。でも、途中で地元民でなきゃわからないような店名を出してその店の先を左にって言った。まるで誰かに指示されているような感じだった。そして N さんはコンビニ店から約900メートルの位置にあるところで降車した。N さんは一体誰の指示に従っていたのかしら。その後、N さんは100メートル先にある、セブンイレブン神栖平泉店に移動して、そこで一人の男と落ち合ったんだ。その男が、今回の事件の犯人となる広瀬光一だった。広瀬光一は、N さんに目隠しをして、自分のアパートへと向かったぜ。目隠し?その時点で怪しさ満点だわ。じゃあ、N さんに行き先を指示していたのは広瀬だったのね。ああ、そして約1時間ほど広瀬宅で過ごした後、午後7時頃に広瀬光一の車に乗せられ、数キロ離れた畑で、置き去りにされたんだ。置き去りってどういうことなのよ。実はその時間に、付近の住民男性が道端で泣いている N さんを見つけて、声をかけたんだ。男に目隠しをされて、車で運ばれた。記憶を頼りにここまで来たが、道がわからなくなった。東京から来たが、所持金がなくて帰れない。と N さんは話していたようだ。そのため、男性は警察に行くように伝えたというんだ。土地勘のない N さんを置き去りにするなんて、明らかにおかしすぎるでしょ。所持金がないっていうのも少し違和感を感じるわ。それから約1時間後にも、N さんと見られる女性が付近の住民宅を訪れ、男性とトラブルになったと話し、広瀬宅付近にあったコンビニへの行き方などを尋ねていた。そして8時頃に再び住民宅を訪れ、問題は解決しました、と話して去っていったという。N さんはまたそんな男の家に戻ろうとしたのね。ああ、広瀬は戻ってきた N さんを再び車で連れ出し、その後23時頃に、N さんのスマホの GPS が途絶え、行方不明となってしまった。事件当日の夜9時頃には友人に、男の人に会いたいと言われている、という内容をメッセージアプリで送信していたんだ。そしてその後、付近の畑の中で着衣のない N さんが変わり果てた姿になって発見されてしまったんだ。メッセージアプリでやり取りしていたってことは、N さんと広瀬光一は以前から連絡を取り合う仲だったってことよね。ああ、そういうことだぜ。でも、二人はどうやって知り合ったの？そもそも、東京都内で大学生をしている N さんと、電車で2時間半以上も離れた場所に住んでいる、元土木作業員の広瀬光一に共通点は見当たらない。だが実は、被害者と犯人はオンラインゲームの荒野行動で知り合い、無料通信アプリで、やり取りをするようになったという情報があるぜ。オンラインゲームなら場所関係なく二人が接点を持つのは不思議じゃないわね。捜査関係者は、二人はオンラインゲームを通じて知り合ったようだが、最近のゲームには掲示板やボイスチャットという機能があり、電話と同じような感覚で相手とやり取りすることができる。と話しているぜ。同じゲームをしていると、たとえ顔を見ていなくても心理的に距離が近い感覚になることがあるわね。しかも同じ趣味ならなおさらだわ。だが荒野行動は、捜査関係者も話しているようにボイスチャットでチーム戦ができたり、ランダムマッチでいろんな人と話せる機能がついていて、未成年が絡む出会い系とも揶揄されることもあるくらい注意しないと危険なオンラインゲームなんだぜ。ただ遊ぶ分には全く危険がないけど、知らない人と関わるには注意が必要ってことね。そういうことだぜ。そして今回のこの事件だが、この荒野行動が原因となり、金銭トラブルになった可能性があると見られているんだ。そして当初その背景には、ゲーム内のアイテムやキャラクターの売買が行われたことが想像されたぜ。それならばオンライン上の取引で済みそうだけど、片道2時間半以上もかかる場所にわざわざ女性一人で向かった理由は何なのかしら。実はそれにはある理由が隠されているんだ。そもそも N さんが東京からはるばる茨城まで遠路はるばる広瀬光一に会いに行った理由は、広瀬光一が N さんに会うことの対価としてお金を支払うと約束したためだと言われているんだ。お金って、
一部報道によると、犯人の広瀬光一は、二人きりで会う対価として30万円を提示していたとのことなんだ。これで謎が解けたわ。N さんはお金を受け取れると見込んで、片道の交通費しか持たずに神栖まで来たということね。ああ、そうなんだぜ。だが実際には、広瀬光一は払うお金など持っておらず、支払いで揉めることになってしまったそうだ。それが犯行動機だったってことかしら？その通りだぜ。広瀬が、約束の金を払えない、と言うと、写真を撮ってネットで拡散する、と N さんに激怒されたため、広瀬は N さんの携帯を奪おうとしたんだ。その時に N さんが騒いだため、広瀬は N さんを殺めてしまったと供述しているぜ。そして N さんの携帯電話を川に捨てたそうだ。広瀬は最初からお金を払うつもりはなかったのかしら。そうかもな。広瀬は事件直近に勤務先の建設会社から給料の前借りをするほど金欠だった。おそらくお金は持ち合わせていなかったんだろう。じゃあなんで30万円で会う約束をしたんだろう。当初はやや金継ぎ身だった報道が、広瀬の逮捕で一区切りついた途端、なぜかほとんど続報が出なくなったんだ。そのため、N さんがなぜ35歳の冴えない風貌の広瀬に会いに行ったのか真相ははっきりしていない。ただわかっているのは、会うことの対価として30万円支払うという約束があったということだけだ。なぜ会うことが30万円という大金になるのか、納得のいく説明はどこからもないということね。ああ、だがいくつかの有力な説はあるようだぜ。IT ジャーナリストの三上博氏は、出会いの場がオンラインゲームと仮定しての話になるが、ゲーマーの中にはレアアイテムやアカウントを数万円から数十万円で売買している人もいる。アカウントを売ったのにお金を渡さない。そういった揉め事も、金銭トラブルとしては起こり得る。と推測しているぜ。確かにレアアイテムや価値のあるアカウントなら、30万円という金額もあり得るのかもしれないわね。ちなみにこういった売買はゲーム内の規約で禁止されている場合が多いが、法律違反にはならないとのことだ。そしてこの推測とは別で、もう一つ違う推測もあるぜ。それは、この事件がパパ活のトラブルなのではないかというものだ。どちらかというとこの説の方が広く流通している感じがするぜ。まさかのパパ活？だがパパ活説には一つ大きな疑問が残るんだ。それは30万円という金額だぜ。一度会うだけで30万円というのは普通の感覚ではありえない。この金額を提示されてラッキーとはすぐには思えないわね。直感で怪しいとか、危ないと感じるのが普通だわ。ああ、それに命を奪われるきっかけになってしまったネットで拡散するという言葉も、パパ活ならそんなことは言わないと思うぜ。ネットで拡散するということは、N さん自身も晒されることになるから、自分が恥をかくだけになるわね。その通りだ。だがさらにこのパパ活説を後押ししているものがあるんだ。それはトラブルの真相部分を報道規制しているという事実だぜ。被害者の名誉を守るため報道しないということならば、やはりパパ活なのかもという気持ちになってしまうわね。ああ、どちらにしても若い女性が一人で35歳の男に会いに行くというのは、とてもリスクのある行為なのは確かだ。一回り以上も年齢が離れているし、体格も違うから明らかに危険だわ。N さんは広瀬からもらえるお金を当てにして帰りの電車賃も持っていなかったのなら無謀すぎる。置き去りにされた後、もし N さんに所持金があったらそのまま自分の家に帰ろうと思ったかもしれないわね。そうしていれば命を奪われてしまうこともなかったかもしれないな。それに広瀬光一にはパパ活の前科があるんだ。そのため、今回もそうなのではないかと思う人が多いわけだぜ。前にも罪を犯したことがあるの？広瀬光一は2017年4月、SNS で知り合った千葉県在住の女子高生に、現金を渡す約束をして、不適切な行為をしたとして茨城県警に逮捕されたんだ。そして2017年6月には、水戸地裁で罰金50万円の有罪判決を受けているんだ。最低な人ね。一体どんな風に育ったら、そのような最低な人間になるのかしら。じゃあ、少し広瀬光一について見ていこう。広瀬光一は茨城県土浦市で生まれた。そして実家のある牛久市では、母、祖母、姉、弟、妹と6人で暮らしていたぜ。広瀬光一の父親は職を転々としていて、近所の評判はあまり良くなかったみたいだ。一体何をやらかしてしまったのかしら。広瀬光一が10代後半まで暮らしていた土浦市内の家の親はこう話している。はじめは広瀬光一のお父さんとお母さんが夫婦で住み始めた。お父さんは勤め先を転々としていたが、どれも長続きしなかったようだ。そのうち子供が生まれたが、子供は屋根に登ったりして苦情がよく寄せられていた。広瀬光一は苦情が出るほどのやんちゃぶりだったのね。子供が4人もいるのに職を転々とする父親も信じられないわ。ああ、だがそんな父親も広瀬光一が幼い頃に亡くなり、幼い他の兄弟と共に母子家庭で育つことになったぜ。
近所の人によると、評判の悪かった父親と違い、母親は愛想も良く、本当にいい人と評判だったんだ。だが父親が亡くなった後、母親がパートで働き始めたものの、一人で家族を養っていくことは大変だったようで、だんだんと家賃を滞納するようになってしまったぜ。一人で家事をして仕事もしてって、大変すぎるじゃない。ああ、そして結果的に夜逃げみたいな形で街を出たそうだ。その後は生活保護を受けてなんとか生活していたんだ。母親も子供を4人も抱えて一生懸命だったんだわ。広瀬浩一は幼い頃から、金銭的にも恵まれない家庭で過ごしていたのね。そのような母親の気持ちを知ってか知らずか、広瀬浩一は学校に行っている様子がなく、家庭内で暴れていたという証言も出ているぜ。近所の女性によると、小学校へ通う姿を見たことはほとんどなく、高学年になると、自宅から怒鳴る声や、窓ガラスの割れるような音が聞こえたこともあり、女性は随分強気な子だと思ったと振り返っている。母親が頑張っているのに親不孝者ね。広瀬は中学に入っても不登校が続き、性格はネクラで無口なゲーム好きな少年だったそうだ。友人たちもみんな口を揃えて、とにかく無口でネクラな印象、昔から、ゲームが好きで、オタクのような性格、中学や高校ではなかなか友達ができず、不登校になっていたこともあった。と言っているんだ。家庭内との外では印象が全く違うわ。学校で静かだったふん、家では暴力的だったのね。どうやらそのようだな。学校は、広瀬にとって大きなストレスだったみたいだ。広瀬がどうしても中学校に行きたがらなかったため、祖母はお金を渡す代わりに学校に行かせていたみたいだぜ。そこまでしないと学校に行けなかったのね。でもそれでお金を渡すなんて。ちなみに中学時代の文集によると、広瀬の夢は宇宙に関わる仕事から、傭兵になっていたそうなんだ。夢が傭兵だなんて、子供の時から変わっていたのね。傭兵になりたいと言い出す子供なんて、そうそういないからな。そんな広瀬は中学を卒業後、高校進学せず父と同じ道をたどるかのように、スーパーの惣菜調理や塗装工など職を転々としたんだ。そして父親と同じように職についても長続きしなかったぜ。やっぱり親子なのね。児童への不適切行為で有罪判決を受けた後、広瀬浩一は牛久市の農業法人で働き始めた。仕事は来たり来なかったりで、1ヶ月で連絡が取れなくなったというぜ。その後、広瀬は前科を隠して2018年6月から事件発生時まで土木会社でアルバイト勤務していた。この職場は、事件直後に辞めているんだ。そんなに仕事を次々と辞めてしまって、社会人としての自覚がないのかしら。広瀬が働いていた土木会社の社長は前科については何も知らなかったと話し、特に変わった様子はなかったと話しながらも、1万円の前借りが複数回あったことを話しているぜ。そんなに前借りする人も珍しいわよね。さらにこの社長は、逮捕前の先週、電話で彼に警察は甘くないぞ。やったんなら知っていることを話せと言ったんです。すると広瀬は、やってませんと言ってすすり泣くような感じだった。と話しているんだ。泣いて済むなら警察なんていらないのよ。それで、広瀬にはそれ相応の判決が下ったのよね。いや、この判決に納得がいかない人たちもたくさんいたんだぜ。2020年10月19日、東京地裁にて広瀬浩一の判決公判が開かれた。広瀬は裁判の中で2018年11月20日から21日、自動車内で犬さんの鼻や口を手で塞ぎ、殺めた後に刈り草置き場に埋めたと話したぜ。ひどすぎるわ。この悪質な犯行に対し、東京地裁は、体格で勝る広瀬被告が、小柄な被害者に対し、手加減なく鼻口部を塞ぎ続けたのは悪質。と指摘したんだ。弁護側は、金銭トラブルになった N さんに顔写真を拡散すると言われた被告が、携帯電話を取り上げるために行った犯行であり、傷害致死罪にとどまると訴えたぜ。そんな言い訳は通用しないわ。大きな体格差があった被告が強い丸いがあったことを裁判官は認定したが、検察側は否定したんだ。そして裁判長は、そもそも被告人が被害者を騙して金の支払いを免れようとしたことが発端で、動機は身勝手。丸太を埋め、犯行が発覚しないようにしたのも強い非難を免れない。として、懲役20年の求刑に対し、懲役14年を言い渡したんだ。明らかに丸いがあるように見えるのに、たったの懲役14年って軽すぎるわ。この判決は、広瀬が N さんに強く非難されたため、追い詰められてとっさに取った行動であることが、考慮されたものと思われるぜ。そんな、最愛の娘を奪われた両親の苦痛は計り知れないわ。N さんの両親も判決後に、刑が14年と軽かった点は大いに不満が残る。被告には、娘の命を身勝手な理由で理不尽にも奪った事実に向き合い、直ちに刑に服することを求める。とコメントを出しているぜ。広瀬にはしっかりと罪を償ってほしいわ。
ちなみに広瀬光一の中学時代の同級生には土浦連続刺傷事件を起こした金川正宏がいたんだ。土浦連続刺傷事件って2008年に2人の犠牲者と7人の重傷者を出した通り魔事件だぜ。その動機は極刑になりたかったという極めて自己中心的な内容だったんだ。は？そんな身勝手な動機で？ああ。そして金川は2010年に極刑が確定し、29歳だった2013年2月に刑が執行されているぜ。その金川も相当な不良だったの？金川は中学時代に特に不登校だったという情報はなく、控えめで反抗期すらなかったとされている。また外務省勤務の父を持ち、土浦市にマイホームを持っていたと言われているため、裕福な生活をしていたようなんだ。家庭的に裕福とは言えない生活をしていた広瀬と全く似ていないわね。同じ学年から違うタイプの犯罪者が出てしまうなんて、信じられないわ。かなり珍しいケースだと思うぜ。くしくも二人のマルジン犯が出てしまって、他の同級生たちも驚いているはずだ。ちなみに SNS の検索ワードでトレンドに入るなど話題になっているパパ活だが、霊夢はパパ活にどんなイメージを持ってる？あまり良いイメージはないわね。近年、裕福な年上の男性と食事や買い物、デートなど、一緒の時間を過ごし、その対価としてお金や物をもらうパパ活が SNS の普及を背景に広がり、カジュアル化している。他にも飲み会の主催者が参加者に対して、謝礼金を支払う飲み会であるギャラ飲みもその一つだ。恐ろしい時代になったわね。SNS がなかった時代はパパ活という言葉自体なかったからな。実際、若い世代にとってパパ活は身近な言葉として認識されてきているようだが、ソフトなパパ活という言葉の裏には様々な危険が潜んでいるんだ。今回の N さんの事件もその可能性があるもんね。実際に性犯罪に巻き込まれたり、パパ活で生計を立てていた女性がその後、社会復帰できなくなったりと、深刻な問題をたくさん含んでいる。そもそも見知らぬ年上の男性とお金で繋がること自体が危ないことだわ。今までは10代から30代の女性でバイトや、お小遣い稼ぎなど軽い感覚で始める人が多かったが、最近は収入が減少した大学生や社会人が、パパ活を利用するという現象が起きているらしい。パパ活の背景には社会情勢も関係しているのね。ああ、密接に関係しているぜ。SNS では、パパ活は気軽に始められて、若さを魅力として同世代がなかなか行けないような、おしゃれでリッチな場所に連れて行ってもらい、たくさん稼げるというメッセージが多く出ている。だが実際には、相手側がプロフィールを偽って掲載していたり、約束していた支払いがされずに逃げられてしまう。学校や勤務先、保護者にバラすと脅される、といったリスクがあるんだ。SNS 上でのやり取りだったら、嘘も簡単につくことができるものね。危険はそれだけじゃないぜ。密室でお酒を飲まされたり、食事中に危ないものを盛られたりして、性被害や金銭トラブルに巻き込まれるケースもある。しかも問題が表面化することを恐れて被害者が泣き寝入りとすることもあるらしい。確かに、もし被害に遭ったとしても大きな声でパパ活をやっていたなんて言えないわね。一方で危険な目に遭う可能性があるのは女性だけではなく男性側にもあるとのことだ。財布などから金品が盗難に遭ったり、ホテルに男性が怒鳴り込んでくるなど男女が共謀して行うつつもたせと言われる詐欺に遭ったりするそうだぜ。事件事故に発展する恐れもあるため男性もパパ活に安易に関わるべきではないんだ。そんなリスクが高いことやめた方がいいわよ。百害あって一利なしだわ。パパ活が道徳的に良くないことや、リスクを伴うことは誰もがわかってることだ。それでも、リスクを犯してパパ活せざるを得ない女性はいるんだ。2020年4月のコロナの緊急事態宣言後、74万人の女性が仕事を失ったぜ。これは、男性の失業者数の倍になるんだ。また女性の4人に1人が失業のほか休業や労働時間の減少など、雇用に何らかの影響を受けていると報じられていた。もしそうなってしまったら、良くないことだとはわかっていても、パパ活をする以外の選択肢がなくなってしまうのかもしれないわね。だがそういった実情を無視し、パパ活をする女性を批判する声は少なくない。働きたくても条件に合う仕事が見つからないのは彼女たちの自己責任ではないかという声も聞かれたぜ。だけどここまで女性の生活が苦しくなるのは他にも理由があるんじゃないの？ああ、その通りだぜ。女性たちが苦境に陥っている大きな要因の一つが社会の構造的な問題にあるぜ。例えば、2020年以降から非正規の労働者は、解雇されるなどして減少しているが、そのうち約7割が女性なんだ。内閣府のコロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会で座長を務めている白波瀬沢子さんも、おざなりにされてきた格差の問題が表面化していると指摘した上で、日本の労働市場というのは、男女間でものすごく格差があるというのはずっと言われているが、結局、
1960年代以降の男女間の格差という構造を今まで解決されないままできた。そのツケが弱い立場の人たちに回されている。と語ったぜ。昔から女性は何かと弱い立場にあるわ。さらに、白波瀬さんは国など公的機関が困窮者へ積極的にアプローチし、実質一人で子育てをしているような人も含めて、より弱い立場の人たちを支援することが欠かせないと話している。だがそもそも、パパ活が成立するのは、買う男性がいるからということを忘れてはいけないぜ。女性をただ批判したり、代替案を出さずにやめた方がいいと言ったりするだけではなくて、しかるべき相談先につなげるなど、パパ活以外の選択肢を社会として提供してほしいわ。ああ、困窮した女性は守ってくれる人も助けてくれる人もおらず、見ず知らずの何を考えているかわからない人と、自己責任でパパ活に挑まなければならない。パパ活をしてる女性が全員批判されるべきかというとそうでもないと私は思うぜ。もし大事な家族や友人や恋人が同じような目にあったと想像してほしい。それでも、霊夢はやる方が悪いと突き放せるか？パパ活は危険だし道徳的にもいけないことだけど、もし、身近な人たちがそのようになってしまったら、受け止めて、傷が癒えるようケアしてあげたいと思うわ。中には、まさに今、経済的にも精神的にも追い詰められている女性たちも少なくない。国や NPO などでは、金銭的な悩みだけでなく、DV や心の不安などに対して、様々な相談窓口が設けられている。パパ活に手を出す前に、まずは問い合わせてみてほしいと思うぜ。重要なのは、困窮している人に支援が行き届く社会づくりについて議論を交わすことや、傷ついた女性をいかにケアするかだわ。そうすることで、女性も男性も全ての人が安心して生活できる社会につながるよな。ということで今回は、茨城県女子大生マルジン事件について解説したぜ。若干18歳の希望に満ちた N さんがこんな事件で命を奪われてしまうなんて残念で仕方がないわ。それにしても広瀬浩一は最低な人間ね。この事件は、パパ活疑惑も出ていてまだ解明されていないこともある。だが、金銭絡みのトラブルがあったということは明らかだ。この解説でパパ活のことを詳しく理解することができたけど、パパ活は本当に危険な行為だわ。やろうと思っている人がいるのなら、今すぐに考え直した方が良さそうね。ああ、その通りだぜ。立派な夢を持ち、帰らぬ人となった M さんの未来は広瀬によって破壊されてしまった。凄惨な事件の真相が明かされることを願うばかりだ。N さんのご冥福をお祈りするわ。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。